元巨人マシソンが WBC カナダ代表入り一度は引退決断も38歳で国際舞台に復帰へ、3月に行われる第5回ワールドベースボールクラシック WBC に出場する選手が9日日本時間10日、MLB ネットワークの特番内で発表された。米国、メキシコ、コロンビア、英国と同じ1次ラウンド C 組に入った。カナダ代表には元巨人のスコット・マシソン投手38も名を連ねた。マシソンは19年までの8年間で421試合に登板し、最優秀中継ぎ投手のタイトルを2度獲得。巨人のブルペンを長らく支えた。侍ジャパンとは準決勝以降で対戦の可能性がある。カナダって強いん。マジソンで草。この前日本に来て釣り合ってたよね。カジキ釣りの世界大会。これ気になる。マシソンじゃねえか。マシソンじゃねえか。今でも150出るらしいな。思ったより若いなら、マシソンファミスタでよく使ってたわ。めっちゃ強かった。マジ？もう引退するから釣って人工膝関節にしたんやろ？マジじゃねえか。トロントの英雄菊池も選んだれ。マシソンじゃねえか。膝とかがボロボロなだけでまだ体は元気なんやろな。野球が大好きなんやろな。頑張れ。なぜかやめないおじさん。マシソンって TJ2 回やってんのな。ていうか外もプエルトリコ代表入りしてて草。ワールドカップと比べるとレジャー感強い大会すぎる。草。アルバース選ばれてて草。マシソンじゃねえか。皆さんのご感想をコメント欄に書き込んでくださると嬉しいです。高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。